はい、皆さんこんにちは。いつも動画ご視聴ありがとうございます。旧吉野川プロガイド、ジャッカルフィールドスタッフの、高さんこと若松義孝です。はい、今回はこちら、じゃん、またまたファイボスさん。まあ先日ちょろっと動画上げましたけど、まあ今日もファイボスさんのフリーリーグで、おかっぱりでまた釣ってきたので、そちら動画にしたいと思います。はい、まずはタックルなんですけども、タカさんが使ってるのは BPM の BC67ML ミディアムライトアクションのロッド使ってます。でミディアムライトのロッドにデッドスプールの14ポンドでやってます。でセッティング方法なんですけども、もう至ってシンプル、すごくシンプル。使用するシンカーはこちら、ジャッカルタングステンカスタムシンカーラウンドアイの 3.5g。 まあファイボスの3インチにね、ちょうど 3.5g ぐらいがちょうどいいかなっていう重さですね。まああとこれよりちょっと軽くしてもいいかもわかんないです。 2.7g ぐらいで、あとフックの方が、龍儀さんダブルエッジの1番使ってます。はい、まあ見ての通りフリーリグ超シンプルです。本当にこのフックを結んでる前にシンカー、今のシンカーをもうこうやってぶら下げてるだけなんで、もうたったこれだけです。簡単にできちゃう。でまあなんで今このファイボス3のフリーリグこんなに釣れてるのかなっていろいろ考えてるんですけど、まあ時期的にはね、すごくバスが今スローで食いしぶってて、まあなかなかねルアーが来ても反応してくれないっていう状況が続いてます。なるべくワームのサイズはちっちゃくしたい。でもちっちゃくするともう存在が気づいてもらえなくて、まず気づいてもらわないことには始まらないんで、ということでこのファイボス効いてるのかなっていう。特にあのマッディウォーター、ちょっと濁った水域とかね、濁ったエリア非常に効いてます。この扁平なボディプラスこの大きなレッグ、3インチながらもしっかりと水を吸うんでね、フリーリグにすることによってこう着水で追尾するように引っ張られながらファイボスがふーっと落ちていく。で落ちていく時にこの扁平のボディプラスこの各パーツが水をしっかり掴んでぐーっと水をして存在をアピールしながら落ちていく。ブレーキもかかりながら落ちていくんで、スローなバスにすごく効いてるんだと思います。まあちょうどこのサイズ、ちっちゃいギルであったり、あとはエビ、甲殻類、手長エビであったりにもイミテートできるので、まあ、その辺でまあバス、まあ、マッチザベイトっていう点でも優れてると思います。であとアクションですけど、このファイボスに関しては本当ね、釣れます、食われます。特に意識してないです。もうとりあえずキャストしてポールさせてボトムをズルビーテル、まあそのぐらいですね。もうあとはもう完全にこのルアーパワーで釣ってる感じです。完全にルアーの力で釣れてますということでね、まあ一応釣った実況シーンの方はこの胸元カメラで撮ってあるんですけれども、今回ちょっと画角の方ミスってて若干見づらいかもしれませんが、まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、
抜けなくはないけど、一応ネットで。サンキュー、サンキュー、えー、上あごがっつり、がっつり、イエイ。サイボスさん飛んでったかな。飛んでっちゃったね。またウワゴ行った。いいサイズ。ということでファイボスさん、3.5g のフリーリグ。結構ボトムズル引いて石を乗り越えながらやってると、ココンとココンと食われました。ということで、ファイボス3インチ 3.5g フリーリグ。皆さんもぜひお試しください。本日もご視聴ありがとうございました。
めっちゃスロー。闇ですね。闇。ずっとズル引いてきたら。キュッキュッココンっつかえて。そっちに向かってですか。そう。一段下と思って沖から引っ張ってきてたら。闇さん。